はい、こんにちは、カズボです。解消候群3続けやっていきたいと思います。前回ね、第2章の邪視っていうのを攻略しましたね。だからその目玉があって見つめられるとね、なんかその睨みによってなんか災いをもたらすようなね、なんか力を持ったような妖怪みたいなのに追っかけられてましたけど、ということで次のお話かな。旧金森院、金森院、あ、この人のか。で、こんなところに呼び出して何の用だ。いや、悪い悪い、わざわざ遠くまで来てもらってよ。ほら、こんな陰気な場所で俺っち一人じゃ心細いだろ。誰か話し相手が欲しくてよ。お前まさかそんなくだらん理由で俺を呼んだのか。いやいや、まあ聞いてくれって。は？帰れねえの？当たり前でしょ。会に巻き込まれた人間をホイホイ家に返すわけないじゃない。口外するなってことだろ。誰にも言わねえって。そんな単純な問題じゃないの。いいから今日はそのベッドで休んでて。勘弁してくれ。明日も仕事をすっぽかしちまったら編集長にどやされちまう。死にかけの文在で口答えすんなや。どうせろくに動けねえんだろ。ひなちゃんの顔なら、顔見たら元気になったぜ。あら、本当に元気そう。もう一回山まで走っていけば。嫌だよね、あんなとこ行きたくないよね。ってなわけよ。自業自得だろ。お前しかいねえのよ、買い出しじゃなくて俺っちの話を聞いてくれるのは。まあいいさ。何やら随分と興味深い体験をしてきたそうじゃないか。お、聞きたいだろ。まだ熱々の土産話だぜ。聞いて驚くなよ。あいつめ、人のことをパシリにして。邪視か、面白いな。だが、俺の知っている邪視と加賀が遭遇した邪視は明らかに違う。嫌な予感がする。杞憂であればいいがな。なんだ、なんかまた違うのか。おじちゃん起きて。うわ、うわ、はるちゃん、なんでここに。お見舞いに来たんだよ。え、マジで。ばあちゃんは一緒なのか。一人で来たんだよ。ね、早く一緒に遊ぼう。いやいや、嘘だろ。何時だと思ってんだ。ね、起きてよ。早く起きないと死んじゃうんだよ。え、あ、蚊が。ヒント202号室へ行く。ちょ待って、蚊が、蚊がさん、え、なんだなんだなんだ、いろいろ置いてあるな。202号室へ行く。こっちか。どっか寄らない方がいいよね。ん、ここか。いない。あいつどこに行った。え、どこ行った、マジで。隠れんの得意だからどっか行ってるとか。え、マジなんだ。え、出れない。え、なんだなんだなんだ、なんかあんのか。あ、この人今度主人公になってる。え、どっか隠れてんのかな。え、いないけど。
どっかにいんのか。え、どこ？なんもないけど。え？あ、いける。あれは。なんだ、あの白いやつは。まさか奴が邪神だとしたら、あの中に加賀が。何か武器が必要だな。少し待っていろ。これ以上近い、あ、マジか。武器が必要だな。え、眠っている。武器が必要。お湯。熱湯がある。武器として使う。あ、逃げてった。聞いたんか。やれやれ、とんでもないことに巻き込まれたな。汚水が溜まっている。便器がある。異臭がする。蚊がそこにいるのか。あ、大丈夫だった。桐崎、やつはどうした。切り裂き、そうだ。金森じゃないや。白い奴なら、追っ払ったぞ。一時的にだがな、奴の注意は俺の方に向いたはずだ。バカ野郎、早く逃げる。お前まで死んじまうぞ。それはできん。お前を置いて死なれたら、明日から目覚めが悪くなる。すまねえ、お前まで巻き込んじまって。一応確認するぞ。奴が邪神だな。ああ、山で見た奴と同じだ。あの野郎追ってきやがったんだ。母、マジで笑われてくるぜ。かが、この場所には分かってて入ったのか。あ、どういう意味だ。いいか、何があってもここから出るな。病室にも戻るな。外にも出るな。え、余計なことは言わんぞ。お前のことだ。何をするかわからんからな。いや、言う通りにするぜ。お前には迷惑かけらんねえ。さっきから携帯鳴ってんだがよ、電波がいかれて繋がらないんだ。そうなのか。あ、きっとあの化け物のせいだ。何度も試しても手応えなしだぜ。やれやれ、どっかに連絡手段はあるのか。あるとしたら中庭の事務所だな。ここはもともとひなちゃんの家の病院で寄せた金森ってその人か。もうそこ以外は使われてね。了解した。だ、9って書いてあったから、おい、あの化け物が徘徊してるんだぜ。このまま朝を待つ方がリスクが高い。気にするな。賞賛はある。おう。頼もしいね。頼もしい、あ？頼もしいから、セーブしよう。この人今度主人公なんだ。なんかイベント起こった。お、ああ、たった今署に戻った。何、そんなことがあったのか。分かった、明日俺もそこへ行く。あいつめ、また無茶をして。妙に気になるな。中庭の事務所か。セーブ推奨。まあ、女子トイレにはさすがに入れねえ。でも逃げるときって入れっかな。鍵がかかっている。中身は空っぽだ。患者服と書いてる。これ何？プロペラみたいなの起こってるけど。気になるものはないようだ。とても眠れたものではないな。埃が溜まっている。まあ、使われてない場所か。逃げるのになんか役立ちそうだよね。鍵がかかっている。砂嵐か。このテレビは壊れてるようだ。なんもないよな。なんかこれテレビあれ思い出す。医療ガイドの書物が並んでる。前もなんかあったからね。眠っている。この人は何もないのか。眠っているんだよな、あれ。死んでねえよな。
お、いけた。モップか。相手があれでは役に立たないな。お、なんか、あっかなと思ったらあったわ。普通のベッドだ。薬品の匂いがするな。どうもこの部屋は疲れていないようだな。これは？気になるものはないようだ。半開きのロッカーだ。なんもないのか。え、何？何？何？うわー！うわ、出た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 。容量的に一緒か。とかまあ、そうね、カーテンってことは下から出れるもんね。巻いたんだね。でもなんかあそこから出てきたってことは、お、綺麗なコップがある。ウォーターサーバーだ。ウォーターサーバー。冷蔵庫には物入れになっている。風邪薬、胃薬、踏む、大したものはないな。ここは点滴使用済みのようだ。ここから中庭が見える。なんか怒ったけど。うわー マジか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  冗談じゃねえよ。なんか逃げる。マジ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 。危ねえ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 。冗談、マジ嘘だ。マジか、冗談じゃねえ。何もなかった、今。逃げ場所がない。行けたけど。ああ、よかった。初めて来た場所だ。おお、やるね。マジかよ。なんだあの出方。いないよな。これ持ち運ぶ？無理だな。どうでもいい。看護学、基礎医学、薬学の本が並んでいる。興味ない。医療関係の本が並んでいる。ハンガーがある。番号は26と記されている。薬品関係のメモのようだな。全く参考にならん。ここは不調室のようだ。不調。単価がある。さて、途中の道もあったね。完全に封鎖されているな。ドアノブが壊れている。ほらー、バカ。あ、なんかあった。いけた。終わり？やばくねえか、これ。いなくなってる。うわ、すげえ。繋がらないな。怪異の影響か、ただ壊れてるだけなのか。お、やるね。野田科学が今は、のんきに構え、これな、出れないか。ちょっとセーブしとこうか。中庭って行ってみたいよね。健康、食生活に関する本が多い。食器棚のようだ。何もないな。なんかどっかにあるんだよな。電源はつかない。古いタイプのパソコンだな。時計も止まっている。あんま調べても良くないんかな。最近のゴミが。
未開封の缶詰だ。コーヒーマシンか。このタイプは時代を感じるな。で、ここに行ってガッシャーンって逃げたよね。大量の書類が並んでいる。患者データ類だ。不要なものはすぐ処分すればいいもの。鍵。あ、鍵がある。病室の鍵。やった。ひまわりの絵が飾られている。中は整理されていない。受付の資料がある。これは。このパソコンも使えないとなると、この病棟のに長居する必要はなさそうだ。で、ここからガシャンって出たんだ。次見つけたらここで巻くしかないんかな。時間でも巻けんのかな。鍵がかかっている。これって2階の鍵か。これ1階だもんね。もうちょいだけやろうか。あ、いける。いける場所だけとりあえず回ってね。積まれた紙がたくさん入っている。ロッカー内は整理整頓するように大事なものを紛失する恐れがあります。汚れた、なんだこれ、何や、櫛か。スプレーが入っている。いちいちロッカー調べますか。左のロッカー調べる。何もないよ。なんか出てきそうだな。怖えな。怖いな。不活には、なんもないか。いや、全部調べるよ。なんかあっかもしんないもん。なんもなくてもさ、怖いよね、こういうのって。ランダムで何かあったりするのかな。ここにはさすがに隠れられないよね。怖えな。あと4つだけど、最後の1個なんかあったりとかすっかな。いや、普通におっかねえんだけど。なんかさ、いきなりさ、出てきたりとかしない？最後。ああ、何もなかった。知らんやつに私物には触れたくもない。何もないのかい。なんだよ。院長室が見える。窓ガラスさえなければ入ることができそうだ。植物は冷たく、鍵がかかってるよね。警報装置がある。こいつを鳴らしたら院内騒がしくなりそうだな。中庭、あ、これか、中庭。くず入れのようだ。なんか変な音なんなかった？気のせい？割れた食器、薄汚れた食器がある。救急セットは中身は入っていない。これなんだ？ボロボロのシートが放置されている。ボロボロの椅子だ。未開封の段ボールがある。カゴに何か入ってる。スパナ！強烈な匂いを発生させるか、こいつは利用できんだ。タオル、これは無視していいだろう。なんもないよな。スパナだって。ラベルの貼られていない薬品が並んでいる。包帯にガーゼ、怪我をするというレベルではない。これで一周か、とりあえずは。よし。あ、これなんだ。これだけ調べて終わろうか。金森病院、閉院のお知らせ。当家の都合上4月30日をもちまして、閉院します。これまでご愛顔いただきました患者様には、長年にわたるご発情による心により感謝申し上げます。はい、ということで、スパナ手に入れたね。じゃあ次回ここからやっていきたいと思います。まず、
まあ、2階の鍵もあるので、まあ、行ける場所はね、あるんで、強い衝撃を与えることができそうだ。割れれば行けるって言ってたよね。どっか割るんかな、もしかして、院長室とか行けない、これで。ちょっとわかんないですけどね。よしけいパン、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。ここは何なん？いろんなものが大雑把に置いてある。古びた私物が散乱している。洋瓶がある。ああ、使えない小物ばかりだな。